わ、綺麗な入道雲。夏って感じや。さあ、二日目ですね、今日からね。なんか始まった。素晴らしい、なんか踊ってるで。踊ってる、信者たちが。あ、ちょ、恥ずかしい。恥ずかしなるやつや、これ。このなんかラジオ体操みたいな。なんかちゃんと白も踊ってんの可愛いな、これ。朝になったってことかな、これ。朝はこういうラジオ体操が、この日の山食堂での、まあ、日課と。では。いう感じでしょうか。朝ごはん、お前、これ見て。サンマかなんかの塩焼き、これ、一人一匹分あるんや。いただきます。絶対うまいやん。その辺のなんか、新八食堂とかで、こんなん食おうと思ったらもう、一食1200円取られるで、これ。昨日の夜はちゃんと寝られた？オラは寝てたからわからないぞ。私もそうかも。毎日仕事に行く前に朝ごはんはゆっくり食べられるの？おう、大丈夫。行き先はすぐ隣町だし。そうか、ヒロシの出張やったわ、そういえば。夕方も晩ご飯の前に帰ってくるから、朝と夕方毎日ここの駅前を通ったら、カレー屋さんの匂いでカレーが食べたくなっちゃう。もうカレーとか言うから腹減ってきたやんけ。ウーバイス頼もう。あとで。じゃあ今日の晩ご飯はカレーライスに決定ね。駅前じゃなくて、うちだけのカレーだけど期待してね。いいな、こういう田舎でさ、スーパーで買ってきた自然の実った食材でな、作ったカレーなんか絶対美味しいから。なんか、ご飯作るとかできへんの、これ。昨日は夕方で帰ってきたけど、今日はいつも通りだからが、おじさんは毎日晩ご飯の時間が来るまで裏の新聞社で新聞を作ってるんだ。へえ、えら。裏の新聞社って何？反射的なやつ、これ。あ、ありがとう。そうだ、せっかくだからうちの新聞社に遊びにいらっしゃい。誰かしんちゃんを案内してあげて。ララナ子どう？じゃあ今日は街をぐるりと一周案内してあげようか。え、クソ楽しみや、そんなん。行こうや、はよ。しかもララ子姉ちゃんと、ま、実質これデートや、デート。ちょっとあれじゃない、意識しちゃうんじゃないの？うん、じゃあオラ、今日はララ子を案内してあげるぞ。なんか、あれやな、しんちゃんって、こう笑うときにこう後ろ向く癖があるけど、こいつ、あれは絶対正面向かんよな。しんちゃん、簡単な手伝いやってみない？そこにある掲示板にお店で使う野菜とかを食材のメモが貼ってあるから、それを見つけたら持ってきてほしいの。あ、お使いやるってこと？へぇー。お使いちゃうか、これなんか、魚とか取ってくんの？え、それやらしてよ。しかも金もらえんの？これでじゃあ俺食っていくわ。掲示板を見る。しんちゃん？なに？はい、何か持ってきた。あ、え、そういうことね。なんか持ってきたらここに話しかければええんか。ちょっと待ってください。ヤマメ1匹で10円で安すぎます。お前、うまい棒1本しか買えへん。嘘やろ、しそう2枚。これだけのクエストこなしてようやく20円や。いや、よっちゃんすら買えへん、これ。ははは。まあでもおもろそうやから、とりあえずやってみようか。どっち、まあ、ラロコの街の案内してもらう、その前に。ね。まあ、約束してたじゃん、まあ、行きましょう。案内してもらってから後でクエストやろうか。でもなんか奥の方であれやわ。あの、風間くんとねねちゃん遊んでるねんけど。まあ、あれはただの背景ってことでいいんかな。私についておいで。行きます、じゃあ。あ、しかもなんかジョイングしながら行くんや。なんかもう、春日部防衛隊みたいになんかもうみんなにも一緒に行こうや、これ。な、風間くんとねねちゃんもどう？何してんの、こいつ。ねえ、あなたはどっから来たの？ほら、春日部から来たぞ。なんで無視すんねん、お前。もう古代の砦には行ってみた？まあそういう会話か。じゃあちょっと、ララ子姉ちゃん待ってるんで行きますか。しんのすけ。コーポ青空。ん？ここはコーポ青空。昨日の夜、本を読んでた女の人が妻に畑さんが一人でやってるんだよ。あ、このお店を運営されてるんですね。へえ、着物とかじゃあ売ってんねや、これ。それは、畑さんに直接聞いてみて。さてと、次はさらにその隣の店だよ。あ、昨日なんか行ったあの、お兄ちゃんおるとこやんな。なんかでも服の色ってあれやろ。花とかから色取ったりして、それで水につけて染めたりすんねやろ。なんかほんまに本格的にやるとこって。こう、着色料とかじゃなくて、ちゃんと花から色取んねんな。で？あれ？女王坂とかいうとこ来てもうた。あれ？ララ子姉ちゃんは？あれ、ララ子姉ちゃん？あれ？なんか迷いました。迷ってもうた。あと、虫取り忘れずにやろうか、これ。ほい。
お、なんかアゲハチョウ取ったぞ。よし、これは一枚一枚写真撮っていくんでね。ララコ姉ちゃんどこ？あれ、こっちでいいんかな？クソ迷ってんけど。え？知らんとこ来てしまった。あ？もしか。え？なんかワープしてきたで。ミサエやん。どうやらミサエさんは何か不思議な現象に遭遇しているようですよ。不思議な現象ってなんや。食堂に来るお客さん、顔に見覚えのある人がいるのよね。思わず何度も顔を見ちゃった。え、もしかしてじゃあ風間くんとかねねちゃんもそれか。あれあれ、ララコお姉さんどこ。あ、おった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 。反対側に行ってもうたんかな。ちょっと待ってくださいね。こっちですよね。こっちや、右や、こっちや。ごめん間違えた道。ここはカフェ&バーダンシングジロー。ダンシングジロー、ここでも昨日行ったよな。さて問題です。ここのお店をやってる人の名前は何と言うんでしょうか。ヒント、お店の名前はダンシングジロー。お前そらジローやろ。シローさん。なんでそうなる。シローさん、ダンシングシローって お店の名前だぞ。ダンシングシローじゃなくてダンシングジロー。まあいっか、じゃあ次へ行くよ。おもろいな、この道案内。なんか、ララコ姉ちゃんと一緒におったらもう、日々飽きなそうやな。いかんいかん、なんか俺、しんちゃんよりも先にこの、プレイヤーである俺がララコ姉さんに惚れかけてんねんけど。ねえ、どうしよう、この気持ち。あっそう河原やろ。あ、どこ、どうやって行くね。あ、こっち通んのか。独特やな、カメラアングルのこの切り替わりが、このゲーム。あ、ここ前回行けなかった男やんか。霧島ストア。なんかスーパーみたいなとこですよね。ここは食品スーパーの霧島ストア、うん、はい、店主は可愛い女の子。可愛い女の子。お前そんなんあれやん、俺の読みしろ。よっこんちは。あ、こいつか、山田もっとさん。デメデメ、どうもどうも。お宅見慣れない顔だね。どっから来たの。あ、この子か。この可愛い店主さんって可愛いね、確かに。高倉県、埼玉県。じゃあここはやっぱしんちゃんらしくボケていこうか。秋田から来ました。ずいぶん遠くから来たのね。めちゃくちゃ遠い、秋田から福岡で。私はこの霧島ストアの看板娘の山田もっと、うん、看板娘。いや、まだもっとと覚えてね。あ、なるほどね。そうやって一応覚えやすになってんねや。うら、野原しんのすけ5歳。私は18歳。 18? え、18やったらまああれやん、犯罪じゃない。あれやん、まだ18なのにこの店を一人で切り盛りしてる働き。一人でやってんのお前。いわばこの町の物流を一手に担ってる状態。すごいな。だから逆らわない方がいいわよ。こいつに逆らったらじゃあもうあの生活できへんわけか。じゃあお前にはもう売りませんって言って、あ、もうどっかその辺でなんか取ってきみたいな感じで言われて飯作れへんくなるやん。あ、私にも逆らわない方がいいわよ。ちょっと怖いなこの町。若い女の子に逆らったらもうあれや、村八分に会うんや。ちょっと待って、そんなで買い物がしていいかこれ。今日はどんな用事。あー、でもお金ない。うわ、チョコビ、これは欲しいな。あれや、でもなんかあの お使い10回こなしてようやくチョコビや。これカレースナック。あ、人参、大人参、トマト、熟トマト、赤唐辛子。あ、意外と、でもリーズナブルの値段で売ってんのよ。これで生計立てれるんかな、このなんか山田さんは。なんだ、つまんないの。簡単なお手伝い。忍法カレーと同じお手伝い用の掲示板があるからよろしく。あ、ここもなんかバイトできんねん。これか。デメデメ、水菜を4本。あ、しかも結構割がいいぞ、40円。しんのすけ、ちょっとでもあれやな、今日な何かしらのクエストをこなしたんやな、このなんか案内終わったら。じゃあ次はここですね、忍法カレー屋さん。これカレーの食堂か。うまそうやな。あ、なんか誰や、変ななんか来た、髪長いやつ。目があった、銀河さんって人。お主、なかなかの切れ者と見た。お、なんかよう見破ったな。名を名乗れ。うらは野原しんのすけ。拙者は銀河に忍と書いて、うん、銀河しのぶ。銀河しのぶさん、カレー屋の店主。あ、この人の店なんや。しかしそれはよう忍ぶ仮の姿。うん、その実態は銀河流忍者の末裔で。銀河流忍者の末裔、忍者の血が流れてると思う。
本気で言ってんのか、なんか冗談なんか分からん。今流行らないし誰も知らないって。まあちょっと忍者ブームはな、なんか過ぎた感あるよな、うんうん、おったけどな、なんかこういう忍者とか好きな女の子のでも流行りみたいな。拙者は忍びとしての務めを忘れたことは今まで全く一度もない。うん、生まれ落ちた産湯の中でさえ水遁の 水遁の術、これが基本。水遁の術ってあのあれやな、こう水の中浮かんでこう潜るやつや。さて次はあっちの比較的にまともな新聞社。うちのお父さん、つまりキャップの会社だよ。あ、先ちょっと通ったな。あのさ、気のせいじゃなければやけど、このカレー屋の前にもこのなんかクエスト掲示板みたいなのあるよね。ほら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 、人参を3本、熟トマトを2個。新之助殿、これ思ってんけど、隣のスーパーでお使いしてくりゃいいんじゃない。チョコ、しかも確か記憶によると人参ってさ1本10円やったから、3本要は30円で40円になるって考えたら、何こうわらしべ長者みたいに少しずつ儲けられるんじゃないか。これほらそうやんな、これお小遣いもらった方が得っていう風になってるわ。だからまずスタートとしてはやっぱ日の山食堂のお使いやね、なんかシソとか取ってきてお金ゲットして、でそれをなんかあのスーパーに転売して、さらにそっから食材手に入れてカレー屋に売りつけるっていう、その無限ループでお小遣い貯めていこう。でチョコビ買おう、チョコビすまんすまん、ちょっと待たせてしまった。ちょっと楽しくなってきたんちゃうか。さてさて、やっと新聞社まで到着です。このキャップの男やんな。どうやらララコちゃんは他に用事があるようです、はい、デートか男と。やっと着いた。この新聞社にうちのキャップとお手伝いのヨシコちゃんがいるの。ヨシコちゃんは女子大生なんだけど、なかなかの美人だよ。ヨシコちゃんってまだ会ってへんよな。あ、見たいテレビがあるわ、よかった。ふう、俺なんかこの女の子とかがさ、いやちょっとじゃあ用事あるからここら辺でとか言ってる。なんやろ、なんか誰かとデート行くんかな。でもなんかここで聞くのもちょっとなんか鬱陶しいよなと思って、結局その聞けない、聞けずにそのモヤモヤを抱えたまま一日過ごすタイプやから俺。あ、なんか一個終わった。よーし、じゃあクエストやりますか。あ、ごめん、そっか、まずこれやちょ、まずなんかちょっと行きたいやん、そろそろ魚釣りとか。黒髪ロングのなんか俺好みの女の子おる。えやん。なんでこんななんかこの田舎はこんな可愛い子ばっかなんや。最高やんけ、おい。こんにちは、しんのすけ。やっと来たね。おお、ケチャップ。違う、キャップ。そろそろ覚えてくれないかな。おじさんはここで新聞を作ってるんだ。あっちにいるのはお手伝いのよしこくん。おや、しんのすけはいいカメラを持ってるね。ほら、このカメラをもらったんだぞ。写真を撮ったらそれが絵になるカメラだぞ。おお、それはすごいね。そうだ、しのすけ、そのカメラを使ってこの新聞社の子供記者をやってみないか。子供記者、子供記者って、でも実際なんか新聞になんか一つのワンコーナーとしてあるよな。それは記者、記者っていうのは新聞の記事を書く人のことだよ。ではしのすけが担当する新聞を新しく作ろう。名付けて圧送壁新聞。良い記事ができたらお小遣いをあげるよ。すげえな、なんかいろんなところでマネタイズできるやん。ええやん、これチョコビちょっと買いたくない、今日割のいい仕事やったら割のいい仕事。さてと、うん、今週の館内の清掃はこれでおしまい。おお、なんかお手伝いが一段落したんか。来週末こそは絶対にデートを申し込むんだぞ。え、よしこ、何デートって。うーん、慶応のミオちゃんになんか声似てたやんか。見た目も似てるし。今すぐでも OK だぞ。え、好きな人いるのか。あなた誰。ほら、野原しんのすけ5歳。お姉さん、ピーマン好き？納豆にネギ入れるタイプ？何この子。ちょっとでもなんかこういう変な子って気に入られるからな。お姉さん、可愛いとか言ってな。しんのすけほんまなんか役読してるわこいつ。黒髪よしこ。黒髪よしこ。私は大学生なんだけど、この新聞社でバイトしているの。なんかよしこちゃんが一番好みかもしれない。今までのなんか登場人物の中で。というわけで登場したアルバイト兼編集助手のよしこお姉さん、ね、いろんな出会いがあったな。この地理品の新聞社が、うん、昔のにぎわいを取り戻すこと。あ、昔はなんかもっとあれやったんや、よかったんや。じゃあおわこなっちゃったんや。もしあなたの力でこの新聞社を再び大きくすることができたら、うん、俺の力でできたら。じゃあもうそれはもうお前あるやな、デートやな、一回ぐらいな。
あなたとデートしてあげるわ。人生初デートの予行練習。これでしょ。じゃあやっぱ本命の好きな人おんねん。誰やろ、誰やろな。というわけで、しんのすけの夏休みの目標は、もしかして、え、キャップに恋してんのこの人。よしこお姉さんとデートすること。それはちょっとまだ話変わってくるね。になりました。うん。でもアルバイトのよしこお姉さんが会社の心配をするなんて、確かに気になるよね。バイトなんてだってもう金もらえれば何でもええもんな。よほどこの新聞社に思い入れがあると見た。今新聞社の状況はこんな感じ、うん。本日の新規契約者数0人。売り上げがひどい状況なの。最悪。そもそも人がおらんやん、この街。助けて、しんちゃん。目標はす、お前。これ、いけんのか、ほんまに、500って。500部って、お前。新聞記事の元になる出来事はたくさん書かれてある。頑張って目標達成しよう。なるほど。ただ、ちょっと待って、なんか今、手前に調べるみたいなコメントあったけどな。なんかあんねやろな、いろいろな。よし、じゃあ、まあ、この新聞社でいい記事を書いて、購読者数を増やすっていうのは、まあ、一個のノルマとしてできたねんけど、その前に、あれやな、ミッションやろ、ミッション。あれ、ララコネンちゃん、テレビ見てへんやん、終わったんか。あのな、あれや。あれみたい。掲示板みたい、掲示板。もう一回。これや。予約ヤマメ1匹とシソウ2枚やな。しんちゃん、オッケー。なんかここ光ってんねんな、これ。これ何、これ光ってんの、これ。うい、なんか取れた。あ、なんかカミキリムシみたいなやつや、これ。そしたら、あれ、あ、しんちゃん死んでもうた。え、あ、熱中症になってもうた。あ、ごめん、やばいわ。うふい、カスカベ帰らな。あ、そっかそっか、あの、ご飯食わなすぎて空腹状態でちょっと限界来てたんか。やべ、気づかなかった。申し訳ねえ。じゃあ改めて行こうか。ヤマメ1匹とシソ2枚。まずそのクエストを達成しに行こう。うわー、でもちょっとなんか外もなんか明るくなってきたね。いけるか？あ、カマキリやん、今の。そしたらね、あ、いけた、いけた。ここや。この辺なんか、なんかおるやろ、魚みたいな。で、釣りをする。川沿いに話しかければええんや。ちょっと待って、なんかあの竹不自然じゃない、あれ。何やろ、竹。あれ、なんなん？変な竹あるやん。水筒の術使ってるやつおるやん、水筒の術。あ、魚おる、おるおる。来た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 。来い。来た、これ来た来た来た。取れ、釣れんじゃん、これ。めちゃ光ってる。なや。あ、ヤマメちゃうか。あ、竿を変える鉄竿とリール竿。リール竿っていうのがあんのか。リール竿にしてみる。お、なんか今日、急に本格的なフィッシングになったな。かかった、かかった。取れ、釣れ。いけいけいけ。こうや、ここの時や。ちょっとこの浮きが沈むねんや。ヤマメ取れたかな。あ、ヤマメ釣れた。やった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 。そしたら、ヤマメはクリアやろ。なんかあの竹の棒、なんか誰かしらが水筒の術を使ってる可能性があんねんけど、気にはなるけど。あとシソ2枚取りに行こっか。ええー、な、この日暮らしの鳴く声。イエーイ。ええー、わ。あ、カメムシみたいに取れた。くせ。臭いで、カメムシ。こっちとかは？日の見やぐら。あ、この辺なんか取れそう。ふんふん。あ、なんや、取れた。小ゴミを手に入れた。小ゴミってなんや。な、これさ、拡大できへんの？しんちゃんがちっさすぎて。操作しづらいな。あ、こっち、この奥とか。いけないか。うわ、シソってどうやったら手に入んねや。シソ見つけるまで今日帰らへんぞ。もう夕方。うわー、夕方なってもうた。迎えに来てくれたようです。タイムアップか。
もしかして。なんかでも夜中はミサイに話しかけたらいけるみたいな、なかったっけ？いただきます。あ、晩ご飯のカレーや。いただきます。うまそう。絶対これ実家の味するやん、こんなカレー。なんか野菜とか玉ねぎとか人参がこうデカめに入ってるな、実家のカレーな。シュポー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 。お仕事の邪魔になってないかしら。気にしない気にしない。しんのすけが持ってる不審なカメラを使って見つけたニュースをどんどん我が社に提供してほしい。しんのすけが担当する新しい新聞は名付けて圧倒壁新聞になったよ。期待してるからね、しんのすけくん。せやな、この新聞の記事も書かなあかんし、お使いもせなあかんし、ちょっと忙しいぞ、こっから。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさま。はい。夜は外に出ちゃダメよ。歩き回って夜入るこの風呂めちゃくちゃ気持ちいいやろな。はいはいはい。とりあえず納品しようか一回。山の一匹捕まえました。俺はこれにするぞ。うん、山の ×1。 お、できた。で、お小遣い10円もらった。これでも魚一匹釣って10円ってなんかものすごい低賃金で働いてるな俺。では、しんちゃんのさらなる活躍を期待します。いや、このシソ2枚ってどこにあるんや。取りに行きたいねんけど、でもなんかそんな遠くにはないような気がするけど。あ、てかこれじゃないの、シソ。これやんけ。目の前に生えとったわ。あ、じゃあ、2枚やから、うわ、もう1枚どっかにないかな。仲間がたくさんいました。毎日毎日絵本読んでる。たくさんの仲間と空を。一緒に聞くことできるね、これ。青山畑さんのこの朗読劇を。特に。あ、来た。山の帰ろう。てかね、俺なんかシソ見っけたかもしれん。これシソじゃない？これ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 。ちょっとなんか不自然に生えてるやつあるもん、これ。ほら。あ、水菜か。イエーイ。こっちは？水菜や。うわ、水菜やったら日本手に入ったけどな。シソがあと1枚足りんのよ。どっかにない？釣りじゃなくて、ちょっと今日はシソを手に入れるまで俺帰らへんの、絶対に。あ、あった。これ、これ、これ、これも、これもシソじゃない？これ、これ、これ、これ。小ゴミや。小ゴミってちなみに何？食えんの、それ。シソ1枚ないんかい。なんかおる。緊張は帰る時間だぜ。うわぁ、強制送還されてもうた。あ、強制終了や。くっそ。まあ、じゃあちょっととりあえず今日手に入れたものとか含めて絵に描こうか。変化球、お使い頼まれました。アゲハチョウはこれ前回も撮ったよな。で、日の山食堂、不思議な現象に遭遇中、顔に見覚えがある。これはでも明日以降ちょっと詰めていきたいよね。忍法カレーの銀河さんは忍者だよ。銀河流忍者の末裔だ。水遁の術が得意。こっちにしようか。で、ララコお姉ちゃん。うわぁ。ええ写真これ。マラソンみたいに走った。新聞社。迫力ある写真やな、これ。写真っていうかこれ、なんかこういうイラストあるよ。なんか小学校とかのなんか、ねえ、なんか文化祭みたいな告知画像に。新聞社を大きくしたらデートしてもらえる。いや、よしこ姉ちゃんマジで可愛かったな。半妙。ひなかまきり。ヤマメ、これはちょっと納品したよね。2匹取ったんや。豆子がね、カメムシちゃうかったわ。で、小ゴミ。あ、小ゴミってこのなんかぐるぐる巻きの野菜のことか。で、カレー。そして、シソ。かっこタイマ。はい。ダンゴムシ。女王坂で水玉を手に入れました。まあ、多分こういう手に入れた野菜とかそのうちお使いでね、必要になると思うから。うん、写真はありません。じゃあ次の日に行っちゃいますか。はい、戻る。そっか、時間制限があんねんな、これな。これさ、朝一でシソだけ取りに行って、で、納品して、お小遣い貯めよう。お、ララコ姉ちゃんがなんか体操に加わってるやん。はい。では、いただきます。すごい、今日の朝ごはんなんかめちゃくちゃ豪華じゃない？これ、アボガドみたいな乗ってない？野菜の上あれ。いただきます！アボガドとゆで卵の切り身とレタスと、めちゃくちゃ健康的やん。
ええー、な、俺もこのなんか花まこの日の山食堂で暮らしたい。ごちそうさまでした。絶対健康なるわ。で、なんか鬱にならなそう。この辺に生えとったやろ。絶対近くにあるって。この先もなんかでもいずれ行けるようになるんだろうな。あ、ごめん、これちゃうしそう。あ、これや。うわぁ、目の前にやっぱ生えとった。見落としてた。分かりにくい。よっしゃ、しかも、これで、シソ1枚クリアしたから、合計10円。え、そしたらさ、この20円持ってさ、ちょスーパーで買い物行こうぜ。